始まったよ吉原です。始まったよ。今日は有名な古文の話を今風にアレンジしてクイズ形式で作ろうかな。有名な古文あるじゃん。それを私とゴア君で今風の言葉に変換して、さあこれは何の話でしょうっていう風に人に聞く、そしてみんなにも考えてもらうみたいなやつ。はい、ということで社員さんに見てもらいましょう。考えてください、みんなも。あ、すいません、岡内さん。はい。なんかの撮影？今からお見せするのが有名な古典を私とゴア君がその、なんだろう、現代風に体験してみたみたいな VTR なんですけど。楽しそう。いきます。はい。暇だね。暇だな。しかも何してんの？暇すぎてツイートしてる。そんなどうでもいい言葉でツイート。分かっちゃいましたか？ズレズレ草。うわぁ、さすが。企画潰した？いや、大丈夫。面白いですよ、あの。さあ、正解は、せーの。ズレズレ草でした。つれづれなるままに日暮らし、すずりに向かいてみたいな。孤独であるのに任せて、一日中すずりと向かい合ってみたいなね。そうだから、一人で暇だな。ツイッターでも更新すっかみたいな感じだよね。なるほど。シャーみたいな人が、この時代にもいたの。うるさいよ。で、心に移りゆく吉な仕事。吉な仕事っていうのは、あれだよね。心に浮かんでは消えるものを取り留めもなく書くみたいな。だから、今日は夕飯親子丼がいいな。ああ、寒いな、今日もみたいな。思い浮かぶことをそのまんまツイートしちゃうみたいなことだよね。そういうことだな。で、そうしてると、ちょっとおかしな気分になってくるというか、変な気持ちになってくるよっていうことを現代風にアレンジしたんだよね。そういうことだ。っていうことで、つれづれ草でした。イエーイ。いいね、グッドボタンお願いします。来年まで100万人。それは行くといいね。さよなら。バイバーイ。バイバーイ。 OK。 暇すぎてツイートしてる。そんなどうでもいい言葉でツイートしてんの？どうでもよくないよ。まあでもどうでも、そうだね。でもそんなにハッシュタグいっぱいつけて、吉原は本当に暇人なんだな。うるさいな。いやでもこんなことばっかりしてると頭おかしくなっちゃうよ。あ、でも頭おかしくなっちゃった。